も知らない世界。いや、それはめっちゃ引っかかってるので、でもね、一回も訴えるようなことはなかったね、大丈夫し。知らんけど。まあでも、訴えられることがある、ないわ。まあ、わからん。やっぱ付き合い方でしょ、その人と。だからほんまに、嫌なこと言われる会社やったらやめたらいいんじゃん。あ、そうですね。だってさ、めっちゃ面白くて、同じこと言われてんのに、この人は嫌、この人は OK って絶対に嫌やと思うね。絶対あります。女もあると思うね、うん、それを同じ、だからアホみたいにこのことは言われたらこれはこうまで引っかかりますよっていうことを決める時代がおかしくて、例えばアホ言われたらこれは全部引っかかりますよって言われたら、わかるかな、なんか最近アホの沢田死んねんけど、アホが愛かどう、沢田死んだんすか、死んだよ、マジっすか、死んだよ、これえアホ吉本のアホ死んだよ、マジっすか、だから言われることを愛あるやん、それの感覚で、うんうん、あるある、だからその言葉とか何かの定義に出るもんじゃないんだよ、これってな、あうんって見た時に不快かどうか快かっていう時に、うん、同じこと言われても不快がいて快もおるわけやん、それ一個にするべきじゃないと思ってたな、言葉一つとっても関係性であったりとかそういうことで全部意味合い変わってきますよってことですよ、そう、そしてあなたのことをそういうふうに不快な人がいっぱい出てやめたらいいし、うん、でもよく見てそこで快でいてアホやこいつって思える関係やったらそれでいいんちゃうって思いますでそのことを世の中の常識に合わさなくていいと思う、全然、うん、そんなやったらおかしになるからね、確かに確かに、はい、そうでございますなんかこれまあまあ深い話したじゃないですか、これ多分まあ僕は思う限りあれですよ、あんまり他の人が喋ってない話っすよ、いや知らんけど下げ持ってだけから分からんけどえ適当言われただけですか、いやでも言われたことないんで分かんないですそのことが不快やって言われたことないんで、あんまり、ああ、その浩二さんが言ってることに対して、はい、で打たれることもないんで、俺こんな適当なんで、いつもね全然ボケしないで、そう言うしね、アホボケ言う、言葉がアホボケしか言わないで、アホボケしないしか、ごめんなさいね、こんな言うたら全部これ捕まるわこれ、一つ間違ったらそれはまあ訴えられる話だけど、いや、そうやで、言葉をそれ言ったらダメ言ったら、俺言うたのは全部ダメだと思う、うん、うんアホボケしねえで絶対高いと思うんだな、三大暴言ところで言われたこと一回もないんで、日本三大暴言ですね、アホボケしねえ、うん、でもなあとカスとかだよな、ああでもだからそれで訴えられたことがないっていうね、だってやっぱりだからその誰が言うかとか関係性の作り方とか、まあでも訴える気もないか分からんし、分からんけど、せやけど別にそのことを普通に喋ってるし、いつもね、ネタやし、だから思うんすよ、そうやって言われたって訴えられる人もおるじゃないですか、うん、訴えられる人もそれなりに言ったことには責任があるけど、そういう発言する前に関係性気づくの下手くそなんじゃないっていうとこですよ、まあ普通はね、でも今回のまっちゃんとかしたらまた別もんやと思うな、ね、まあそうですね、あれのやつも、うん、あれはもうネタでしとんだよな金になるから、金になるからな、まあ、ね、言い過ぎやろこの辺にしときますか、せやねまあそんな感じで心理は仕事なんで、今日はこれで終わりたいと思いますじゃあ今日はどうもズバズバありがとうございました、ありがとうございました、はい、またお願いします、はい、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。では、この辺でありがとうございました。